はい、皆さんお疲れ様でございます。コイムです。大変っていうか、長らくですね続きました、コールオブデューティーブラックオプス2の、実況も、今回をもちまして最終回ということになりました。それでですね、最初の方、実況を始めた当初はですね、このレミントン、ばっかり上げておりましてね、最近ちょっとやってなかったので、最後の試合ということでね、ちょっと、いろいろね思い出しながらこのレミントンを使っていこうと思います。というわけで行ってみましょうか。はい、じゃあちょっと試合のマッチングのとこまで飛ばしますって言いながらちょっと押しますけども、そのままいければいいですけどもね、ちょっとやっていこうと思います。さあ最後ですね、約1年前になりますか、ね、何でしたか、メルトダウンでの、試合が私コイムとしてのですね、初実況という形で、その時はレミントンを使っておりました。初心に帰ってレミントン一緒に初心に帰もういいかいう感じでね、ちょっと頑張っていきたい。それで最後なのでちょっと慣れたマップでやりたいですね。スラムスからのポットスラムになりそうかな。よし、もう一発勝負でいくぞ。もうこれを上げたいと思います。そのままね。さあ最後の最後、いい試合になればいいですけれども、グダグダになるかもしれないけれどもね、その時は、ご了承ください。さあやっていきましょう。いいね、私の大好きなマップが最後のね、BO2 の実況になるということでいいんじゃないでしょうか。ハイジャックとかもね、良かったですけども、スラムは好きなマップなのでね、パナマ共和国のパナマシティですけどもね、頑張っていきたいと思います。さあ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 、ちょっとね、いろいろ改装しながらの A ドミネーションという形になりますけれどもね、何戦目ぐらいかな、ハイビジョン化される前、僕のね、なんだ、ね、動画の画質が今みたいにこうハイビジョンになる前は全部レミントンでしたね。10試合ぐらいやったのかな。ここ投げといて、ちょっと一回前に出、やばっちゃん、それやばっちゃん、全然倒せない。ここ一回リロードしておいてからの入っていく、はい、最後のレミントン。OK。曲げろ。ダメか、ダメか、ダメか。そうか、分かった。UAV を出していく。UAV を出していくぞ。ちょっと話の途中になりますけども、はい。OK、これ取れるね。取れるね。ナイスビーフ。あ、ちょい、ひどい。グーンっつって、ちょっとラグ、グーンっつったのにラグ。リロードします。OK、フルリロード完了。ちょっと前押しておきましょう。これぶっ壊しましょう。あ、べ。いや、参っちゃったね、これね。いや、でもね、いろいろ思い出しますね。本当に、この BO2 とね、いうゲームがなければね。今のコイムさんは、ね、いなかったわけでございまして、非常に感慨深いものがございますけれども、まあ、この BO2 にはね非常に感謝しております。本当に、ね、この中にいるだろう、中にいるのは知っている、私は知っている。どうだ、出てこい先輩。いないか、こっち、おっ、スッといくよ。これさっきスナイパーいたね。スッといく、ダメダメです。終わりました。ちょっとまあ、この試合がね、終わりましたら、ちょっと BO2 のおさらいというかね。いや、無理、それは無理です。BO2 ちょっと振り返りましての、戦績、私の貧弱ではありますが、戦績の方をね、発表しましての、お別れということになります。私はね、今泣いておりますよ。もう涙で前が見えません、本当に。
思い出の詰まった BO2 ね、皆さんと出会えた BO2 ね、いろんな実況者さんと、仲良くなれたのきっかけをねいただいた BO2 でございますので、BO2 に清き一票、BO2 でございます。あーパパパパッ、くそー、頑張るぞ。スッ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 、これね、クイックドローハム、あ、ごめん、もういるんで、ちょっ、あ、チャプチ、クイックドローをねつけたいんですけど、なんかね、どうもレーザーサイトの方が自分を、危ない危ない危ない、ちょっと一回ここ伏せといてからのギュンと出ていく、ギュンと、あ、ここ登れないの、オッケー、ううっ、しかしかしかし、これちょっと覗き込み遅いんですけどね、これでやることが多いですね。って言ってももうほとんどね最近は、バカロバカロ使わないですね、レミントンは。もう MSMC ばっかり最近使ってましたから。OK。大丈夫か。ちょっとね、一方的な試合になるかもしれませんが、ここごめん、待つ。ああ、待ったのにやられる。聞いてください。待ったのにやられる。待ったのにやられる。犬はおじゃんぴー。今日も居酒屋前か。よし、ちょっと集中します。ごめんなさい。集中するっつってもね、実況もやんなきゃダメだから忙しいんだよ。ちょ、こい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 。ちょっとハーストライトニングストライクインバウンドはやばい。あ、べべ。ちょっとなんか、これ落とします。2個 ?2 個出てんの?これね、カウンターってのはね、落とさないとこれなかなか厳しいんですね、これね。よいしょ、OK。迷った。これカウンターでね、上見、あ、ちょ、A 取られてんじゃん、A 取られてんじゃん。A、どないでっか、どないでっか、どないでっか。スッ、スッ、やめてよ、やめてよ、来んなよ、来んなよ。お願いします、取りたい。あ、ホスト引き継ぎ、引き継ぎ中、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 ホスト引き継ぎ中だ。今までにないぐらい噛んだけども、ホスト引き継ぎ中です。これ大丈夫かな、引き継ぎ引き継ぎって言いましたけども、なんだって、バッチャー、バッチャー、ちょ、カックラグ、カックラグ、ちょっとね点差空きましたけどね、まあ、まあまあお許しくださいね、最後なんで。レミントン、レミントン、レミント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 ン、さあ頑張っていこう。ハーフタイム107対62です。マッチボーナスもいいか。よし頑張るぞ。ちょっとね、電気屋さんの方を、走りましての、B 旗のね、ちょっと前を一回押さえようと頑張ってみようと思います。いやー、でもこれで本当最後かと思うとちょっと本当寂しいですね、B 旗ね。これでもうもうやらないんですよ、あんなに毎日やってたブラックオプス2ね。ちょっと、ここ入ったね、入ったね。ナイスジャンプ、うまい。ナイス B。 あ、ちょっと一回 OK。 これ来てる来てる、あー、そうだよね、あそこがね、きついね。こんちくしょ、こんちくしょ、ナイス。来てる来てる来てる、うべべ。ちょっとあの入り方はね悪かったね、ごめんなさい。ちょっと鼻がかゆいので、ちょっと一回 OK、 鼻 OK、 いるよいるよ、やっちゃー、やばいぞ、押されてきてるぞ。頑張っていきましょうね、頑張っていきましょうね。OK、 ちょっとごめん、あばー、後ろにもいると思ったんだけども、そうかったね。ねえ、というわけで、あ、なんか適当にスモーク投げちゃう、これ良くないパターンですよね。こうなんか癖のようにね投げちゃうスモーク、意味のないスモーク、これは良くない。あー、いたいたいた、オッケー、オッケー、ちょっと、あー、ガチャ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 、なんかちょっとラグいですね。ちょっとね、
こういろんなことを思い出しながら私はねこう一発一発を、打ちながらやっております。バカロー、よっしゃーしゃーしゃーしゃい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 、このね一発が最後になるわけですね。うわっ、いるぞ、前いるぞ、前いるぞ、あ、いる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 、チラリズム、チラリズム、あれこっちか、どうなってる、そこそこ、オッケー、オッケー、ナイスオビタルだね、あ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 ら、あら、あら、オッケー、うー、ホスト引き継ぎ中です。まあね、しょうがないですけれども、ただいまホストを引き継いでおりますんでね、あー、これこうなっちゃう、こうなっちゃう、最後の最後で、まあ、しょうがないか、もうね最後だから、もう取り直しも、うわ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 、あらー、こんな風になっちゃうか、どうしようかな、まあね、ちょっと一発撮りでいこうかなと思ってもいたので、ほっっていうのもね、OK、いろいろちょっともうこれね、行きましょう、 A まで行きましょう、 A を取っちゃいましょう、私も取るよ、あーダメー、他にねちょっといろいろ取りたいもんがあってですね、グラセフもそうだしね、もちろんゴーストがね出ますんで、ちょっとごめん、グラセフが、あグラセフが出る、で、グラセフじゃない、ゴーストが出るので、そっちにもちょっと切り替えないとダメですし、今ね、今これ収録してるのが、もう今日何日だっけ ?12 日なんですよ。だからもう2日しかないんでね、あんまり時間、いべべべべべ、時間をかけてられないんだよということで、ね、いろいろちょっと言い訳中ですけど、なのでこれをちょっと、一方的にはなっちゃいましたが、うー、ナイスナイフ、はい、これナイフ出るのはうまい、これを上げてみようと思います。来るぞ来るぞ、そっちのそこにもいるよ、 OK、 これ大丈夫、あ、ビビ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 終わることになりました。皆さん本当にね長い間見ていただいてありがとうございましたね。スコア4300という感じで、大変おジャンピーな感じになっておりますけど、まあいいでしょう、はい、こういう感じになりましたね。いやー、ついに終わりを告げました。まあね、更新頻度がちょっと全然更新できずに、結局ね、100本ぐらい上げれたらなと思っていたんですが、ちょっと抜けますね。結局上げれずじまいで、まあ、60何戦目かな、これが64戦目になるのかな、うん。任天堂64みたいなね、感じになりますけども、うん、これがまあ最後の試合になります。ちょっと最後にね、まあ、動画はここまでなので、まあ、興味のある方は、ここから先も、ゆっくりちょっと見ていただければなと思っております。でね、ちょっともう最後なんでね、ちょっとエンブレム、どんなエンブレムがあったのかっていうのをちょっと見ていきましょう。ブヒ、これ一番人気のブヒさん。そしてラッキーコエム、2番人気のラッキーコエムさん。星、これは、これは動画にしたことないです。で、これね、これがまあ一番最初に使ってたやつですね。で、こういうなんか、調子に乗ったようなのもありまして、これ全然意味のわからんのもありましての、謎のコエムね。で、謎のコイン、そして鳥、寿司、アベベ、南米、すごいね、なんか謎のエンブレムばっかりですけど、まあこういう感じでやってきました。で、ちょっと最後なので、一番思い出の、おい、これにしようかな。最初からこれにしとけばよかったかな、まあいいか。よいしょ。はい、ちょっとおさらいというか、なんていうのこういうの。うん。これはいいか。はい。こんな感じですね。はい。で、バラックの方じゃあちょっと最後なんでね、見ていこうと思います。戦闘記録ね、プレステージマスターでございます。
コールオブデューティーシリーズで初めての、最後まで、回したプレステージを最後まで回したのは、BO2 が最初でした、プレステージマスターです、ね、でそれから、キルが7000、こういうのはいいかな、まあこの辺は見てください。キル7万1000いくつ、勝利1400いくつ、ね、キルレ 1.1 という感じで、コンバットサマリーがこういう感じで、一番キルしてる武器が、アバカント、アバヤマカンイチローさんですね、その次が MSMC、まあ、最近はもう MSMC しか使ってなかったですね、ほとんどね。おい、というわけで、次は、シルバーストリークが3回、スーパーキルが3回という感じでございます。ゴールド行くようなね、腕がちょっとないもんですから、申し訳ございません。でね、これどうですか、ほとんどドミネーション、ドミネーション。キルコンファームドは20回。チームデスマッチは19回。フリーフォールオールは、フリーフォールはね、11回。ガンゲームが8回。ね、ガンゲームとフリーフォールは、上げたことあります。チーデスは上げたことないですね。で、キルコンも、アップしたことないです。他は全部ドミネーションという感じで、勝率 1.28。うん、いう感じです。あとは武器別。こんな感じですね。アバカンが一番ですね。あ、これさっき言ったか。うん。やっぱりね、この MSMC が一番自分的には使いやすかったですね。BO2 では。で、装備は、戦術マーカーが、ダントツになってますけど、最近はもう EMP か、スモークばっかりでしたね。はい。まあ、スコアストリークはこんな感じです。オビタルは54回という感じですね。あんまりつけることないので、一時ね、ハマってつけてましたけど、あんまり出せないんで、つけないことにしました。はい、というわけで、ドミネ別の、ちょっとこれすみません、フレンドの出ちゃいますけど、470、全期間ですね。週間で、いいか。いいか。ね。うん。それでね、なんだっけ、これ、こっから見るな。うん。あ、こんな感じです。はい。はい、というわけでね、じゃあこれで本当に、最後の BO2 の実況が終わりました。いやー、でもなんかね、いろいろ思い出すとね、ちょっと、うるりときますけども、ね。っていうのも本当にね、さっきも言ってしつこいようですけどね、この、今のコイムがあるのもね、この BO2 のおかげですしね、今仲良くさせていただいている方たちと出会えたのも、このゲームのおかげなんで、本当に、このゲームには感謝をしてます。で、これからね、始まる、メインの実況は、Call of Duty Ghost という形で、もう、北米版だっけな、海外版を持っている方はもう、バンバンね、実況を上げてらっしゃいますので、その方たちに、負けず劣らずという感じでやっていこうと思います。ね、そんな感じです。それでは、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あ、次のゴーストでお会いしましょう。さようなら。